お疲れ、秋山。お疲れ様です、教授さん。あどうかしたか。教授さんがその手に持ってるのは今日発売されたばかりのゲームソフト。これか。今朝並んで買ってきた。すごいです。俺が買いに行った時には売り切れで。ああ、だったら今日俺ん家に来るか。え、いいんですか。秋山も明日は休みだろ。なんなら泊まって遊んでいけばいい。一晩中ゲームできるとか、教授さん家は天国ですか。一人暮らしの特権だな。俺、おすすめのソフトとか持ってきます。ああ、頼む。ゲーム部ここに発足ですね。